屋上のゆりれいさん。ゆりって、何なんだろう。している日なのはちょうどいいと思ったんだけど、今日はいっぱい汗もかくだろうし、お盆は少なめにしてあげたんだから、ちゃんと食べてくれるよ。まあ今まで残してきたことなんてほとんどないんだけど。本当に今日はいい天気だな。日差し結構強いや。UV 対策してきて正解だったな。ひなにももっとちゃんと日焼けに気をつけるように言ってあげないと。あの子本当に気にしないんだから。ああ、だから今日は人がそんなに増えなかったのかな。心に浮かぶよしな仕事か。なんか年寄り臭いな。古文のその先生に怒られそうだけど。美味しいだけじゃないってとこがあのらしいけどさ。ま、甘いことは間違いないかしら。バカ！あなた、何をしようとしているの？こんな天気のいい素敵な日にどこをのうなんて。早まっ
ちゃダメよ。あなたにはまだこれから先きっといいことがいっぱいあるんだから。きっと辛いことがあったのね。でも毒を飲むなんてダメよ。あなたにどんな辛いことがあったのかしら。そんな真っ黒な毒薬を飲むなんて。毒を飲むなんて。きっと苦しいわよ。すっごい吐き気がする。でも吐けないの。悩みがあるなら私が聞いてあげるわ。それで少しでもあなたの気が楽になったなら思いとどまってちょうだい。そしてそのうち立っていられなくなるくらい体がしびれて目の前は真っ暗。何の悩み？恋？きっとそうね。誰か好きな女の子でもできたのね。どうしていいか分からなくて辛かったのね。違う違う、これはただの雨だ。飴玉で毒なんかじゃなくて。そんなの分かってるもん。ごめんなさい、予想以上に驚いてくれたみたい。からかっただけよ。だってそんな真っ黒なの毒薬としか思えないじゃない。本当に真っ黒だったものね。でも最近は流行っているのかしら。よく見かけるわよね。どんな味なの？甘いけど黒糖使ってるからちょっと丸い感じで、でもレンコンのえぐみはそんなにないかな。黒糖ってサトウキビから取れるのよね。ああ、黒蜜の味ね。レンコンが入ってるの？変わってるわね。でもこういう妙な組み合わせって結構多くて、それが新商品のインパクトにつながるわけで。よかったら一ついただけないかしら。なんてね、私たちにも味を確かめることなんてできない。どうしたの、サチさん？あなた。え、はい。私たちの姿が見えているのね。
おかえり。今日はずいぶんゆっくりしてたんだね。うたた寝でもしてたの？そうかも。うわぁ、ゆな、汗ドロドロ。そんな急いできたの？まだもうちょっと時間あるよ。って、どうしたの？顔、真っ青だよ、ゆな。もしかして屋上で何かあった？え？あ、いや。ちょっと変な夢。席に戻りなよ。うん。ユナ、気分悪くなったら保健室に行くんだよ。大丈夫よ。このクラスにいたんだ。え？誰？東雲さん？どうしたの？先生、何か間違えた？間違ってないよね。何かわからないことでもあった？けど、あまり大きな声出しちゃダメよ。はい。ねえ、ユナ、大丈夫？大丈夫、ちょっとびっくりしただけだから。
ならいいんだけど。ほんと、大丈夫。ありがとう。放課後、屋上に来てね。来てくれないと呪うの？どうしろって言うのよ。はいいと思うんだけどな。昼休みはちょっと具合悪いかもって思ったけど、気のせいだったみたいだし平気よ。ありがとう。そうならいいんだけど。ようこそ。よく来てくれたわね。もう遅い。そう、遠見ユナさんっていうの、あなたは。なんかちょっと変な名前。だと思うわ。そうかな。まあ、サチさんがそう言うならいいかもって思うけど。私たちはね、二人ともこの学校に通っていたの。そして卒業する前に死んでしまったの。気づいたらこの屋上で幽霊になっていたのよね。そしてめぐみはサチさんと運命の再会を果たせたのよ。私もめぐみも強く思い残したことがあって、
それで成仏できなかったのね。だからその思いに深く結びついたこの学校で幽霊になってしまったの。自爆霊ってやつだよね。まあ、みぬみは幸さんと一緒にいられるようになったからよかったんだけど。私たちね、二人とも女の子が好きだったの。女の子が好きで大好きで、その思いを強く抱えたまま死んでしまったから、こうして幽霊になっているの。めぐみも幸さんのことが大好きで幽霊になったのよ。ありがとうめぐみ。私もめぐみのことが大好きよ。あなたたちって、その…レズの人？そういういやらしい言い方しないでほしいな。めぐみとさちさんはもっと綺麗な関係なんだから。レズ？女性同士の同性愛者のことですよ、さちさん。そうじゃなくて、もっと他に言い方あるでしょ。ほら、S とか。 S？ シスターの S ですよ。へえ、そうなんだ。初めて知った。え、あれ、なんで知らないのよ。最近はもうちょっと綺麗な言葉があったはずよ。なんだったかしら。ほら、花に例えて。あ、ゆり？それ、そんな風に言っていたのを聞いたことがあるわ。ユリ。いいわね。綺麗な花よね。あ、そうね。私たち、幽霊じゃなくて、ユリ霊だったのね。まあ、なんとか大体分かったけど。つまり、あなたたち二人は恋人同士なんでしょ？うん！そうね。それなのに、なんでまだ二人とも幽霊やってるの？ユリ霊よ。めでたくその、女の子の恋人ができたんでしょ？それで成仏できなかったの？そうね。確かに私には、めぐみという可愛い恋人ができたわ。でも、本当はそれだけじゃ満足できなかったみたいなの。なんで？確かに思いの通じ合う恋人はできたけど、やっぱり、この思いを確かめ合うことを知らずには成仏できないのよ。え？それって？もう、はっきりと言わせないでよ。めぐみは幸さんと心も体も一つになりたいの。それって、何考えてるのよ、エッチ。考えてるのはあなたの方でしょ。でもまあ、そういうことなの。私もめぐみも体まで一つになって、やっと思い残すことなく、この空の高いところまで行ける気がするのよね。そうなの。それがね。だってめぐみたち二人とも、やり方がわからないんだもの。あなたは知らない？知るわけないでしょ、そんなこと。やっぱり、いつも一人で屋上に来ているから、恋人なんていないだろうと思っていたけど。
それで私への用ってそのことなの？だったらお役には立てないってことだ。サチさん、やっぱりって言ったでしょ。このことではあんたが役に立たなさそうってのは分かってたの。悪かったわね。それじゃあ何の用なの？この学校にもね、私たちと同じように秘めた恋心を抱えたまま思い悩む女の子がいるのよ。でもあと少しの勇気が、ほんのちょっとしたきっかけが足りなくて踏み出せない子がいるの。私たちは幽霊だから、そういう子に何もしてあげることができなかった。でもやっと私たちの声を聞いてくれる人ができたものね。あなたには私たちの代わりに、そういう子たちの背中をちょっと押してあげるお手伝いをしてほしいのよ。キューピッドをやってほしいってことなの。え？え？あなたのほんのちょっとで思いを通じ合える相手を捕まえることができる子がきっといるはずよ。いるはずよ。この時間ならまだきっと。ああ、あの子ね。うん、そうね。めぐみ、私ちょっとユナさんをあの子のところに案内してくるわ。ちょっと、私はこんなことに首を突っ込む気は全然。あら、断る気？当たり前でしょ、こんなこと。あんた、これから毎日私からのメッセージを見ながら授業を受けたいんだ。あれはあんたか。あれだけじゃないよ。もっと本格的に習っちゃってもいいんだけど。まあまあ、めぐみ、無理強いしてもよくないわ。そうね、今日だけ、今日だけ私たちに付き合ってくれない？それから私についてきて見てほしいの。私たちが見つけた女の子の姿を、今日だけ、これからほんの少しの時間だけでいいわ。ねえ、それさえも断る気？分かったわ。でも今日だけよ。それでいいわ。それじゃあ案内してあげる。ちょっと行ってくるわね、めぐみ。はーい、行ってらっしゃい、サチさん。ほら、サチさんが待ってるでしょ。早く行きなさいよ。あ、うん。行き先は奥校舎よ。先に入り口で待っているわ。あ、はい。よく見てあげてね。私たちと同じ思いを抱えたこの姿を。そして、よかったらほんのちょっと手伝ってあげて。こっちよ。